これが今のお前だ。何者にも乱されぬ虚ろだが、こうすると虚ろではない。ただ容易く乱される。己を情で満たし、その上なお乱されぬよう保つのは難しい。だが目指せ。なぜ？ん？なぜ虚ろでは？そうあってほしいからだ。わしがお前さんにそうあってほしいからだよ。虚ろであれば乱されることもないが、己も人も満たすことはない。あっても生かされぬ。それは死と同じか、あるいは。今日はこれまでだ。食べなさい。何の意味が？意味などないよ。師匠はどこだ？クナ！こんなところにいた。俺も行き倒れ。いいところあるよ。まいだ。あーつまんねえ。もらった。後にしてちょうだい。おかみ。この人、お探しでしょ？え？だば。おい、そいつはなんだ？だっけにやられた後、ジンバレルか。何してんだい！さっさと寝床を用意しな！あ、はい！お代。しょうがない。つけておくか。はい。お待たせ。ダバー。ミスだ。なんだ、腹が減ってただけか。さっきまで死にかけてたくせに。おっ、こんにゃろ。ジンバレルに会っただと。それはそれは、また随分無鉄砲だこと。しかし、なぜダッキにやられて生きている？切れさらした。でも防ぎきれなかった。全身にダッキが回ればオイラも死ぬ。アルカって言ったな。お前、本師匠を知らないか？師匠ならオイラを治せるかもしれない。お前は弟子だ。師匠が剣一族に壊れてアザノコを教えに行く前に教えを受けていた。アザノコってお前だろ？師匠は今どこに？
いない。剣の里を去ったのか。死んだ。死んだ。ジンバレルに皆。ジンバレル、あの黒いやつが。お前、師匠を見殺しにしたのかよ。掟により、仇は討つ。掟？なんだそれ。掟じゃなかったらどうでもいいのか。なんで師匠が死ななきゃいけなかったんだ。まだまだ教えてもらいたいことが、おや、いっぱいあったのに。だから止めたんだ。剣一族なんて得体の知れない奴らに手を貸すことないって。お前のそのあざのせいだ。おい、師匠は何を教えに行った。教わったのか、脱気に対抗する術を。考えろと。それで分かったのか。考えている。ダッキー、おいおい、大丈夫かよ。なんだ、ダッキーが。気の力で抑えただけだ。そんなことができるのか。古くから脱気を己のうちに取り込んで力を得ようとする者が多くいた。ただそのほとんどは脱気に食われ命を落とした。師匠に教わったのか。じゃあさ、脱気を使えるやつって。化け物。アゲハの情報が今度こそ間違いないと。これ以上剣の生き残りを遊ばせておけません。牧歌の名を落とします。兵を用意しますか。いらぬ。終わりにする。はい。教えてほしい。アザのことなら。師匠どんな人だった。なぜオイラに聞く。知りたくなった。ずっと一緒にいたんだろ。わからない。考えている。考えろか。オイラも言われた。もう少し考えてから行動しろって。呆れるだろうな、黒いやつのところに一人で行ったなんて言ったらさ。おや、もう一人ぼっちだ。ああ、お前もか。師匠はさ、守ったんだよきっと、お前を。あざがあるからか。違うだろ、それ本気で言ってるのか。
いいか師匠。してくれたっけ。意味などない、そう言っていた。食べたかったんだろう。一緒にさ。ないだろう。どうした？なんでもない。情で満たし、乱されぬ。師匠の言葉か。目指せと、そんなことができるのか。一つのことだけを考えるんだ。そうすると、自分を忘れる。自分を。そうだ、一つだけ考えて考えて、あとは考えない。オイラはそうしてる。オイラが守る。あの時の
オイラが守る。クリソ、邪魔だ。ユウに教わった。お前に教えたいこといっぱいあるんだ。もったいないだろう。殺してくれ。殺せよアルカ。オイラを抱きで死ぬより早くやれ。どうした？起きてじゃないからか。ごめんな。
ごめん。